あのさ、はいはい、映画の日じゃないですか。そうですね。はい、ね、これ始まるんでしょ。うんうん、はい、はい、始まります、ね、始まらなかったけど、はい、始まらなかった始まらなかったですけど、そうですね、はい、うちのその事務所の上の階でって始まっちゃったよ。そうですね。そうですね。はい、はっ、あや、ドンとか、ドン、戦いが、はい、戦いが、はい、タイミング良すぎるよ。それ触れるよ。すげえもの、はい、どこまで拾えるか分かんないし、そんな入ってないんだろうなとは思うけど、うん、はぁと言ってたよ、さっこれ、ね、3、2くらいの時に、はぁ、い、マジで多少なりとも入るんじゃないですかね。そう、はい、しかもこの途中とかで。あのマイクが揺れないことを祈るよ。はい、そうですね。参ります。ボイスラブネットワーク、火曜日、渡辺和茂の勅使河原。はいはい。お、面白いよ今日。おー、ウェイウェイ。これさ、あれじゃないの、収録する場所をさ、はい、あの地味に動かしたじゃん。動かしました ね、 ね。で今染谷さんは今スマホを、はい、盛大に落としてちょっと見失いました。マイクを殴る。今もう外野の人がびっくりして出てきたもん。ドンっっ覗いてるもん、こっち。うん、何がコンっつったよね。すごかったよね。始まらなかったのにね、うん、奴ら始まらなかったのにここでは始まったんですよ。そうですね、だいぶ戦いがね、はい、ボッコンボッコン言ってますよ、ね、はい、もうそう言ってる最中にも上だろうね。はぁ、というわけで、この覗いてるのはもう一個意味があるのは僕は知ってます。いつものやつでございますね、はい、参りますよ。月一映画企画、今月のこれ。さあ、というわけでございまして、はい、今回の、はい、決まりましたかね。外野の人超いい顔してこっち見たよ。これ今決まったかなっていう、どうすかっていう声が俺今聞こえたもん。素敵 な、はい、素敵なドヤ顔でしたね。本当だよ、はい、じゃあもうあとはあらすじを、あらすじじゃない、タイトルとあらすじを、近見くんに紹介していただくと、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今回の映画ですけれども、まあディズニーの作品になります、うん、はい、はい、オズ始まりの戦い、はい、はい、はい、ゆえにまあ皆さんがね、始まりの戦いと言っておったんですよ、ええ、このあらすじが長いんですよ。あの、いつものごとくウィキペディア様にちょっとお手伝いを、なるほど、はい、していただこうかと思って開いたんですけれども、はい、あまりにも長くてすごかったね。すごかったんです、本当にすごいんです。これちょっとチラ見したけど、読んじゃうと多分もう内容全部分かっちゃうんじゃないかと。分かっちゃうね。はい、あのネタバレ必至ですね、はい、と思うので最後の4行だけかいつまんで、まあまあ、あの読ませてもらいますね。まあまあ、はい、はい、これはペテン師魔術師だったオスカーがいかにして偉大なる大魔術師オズとなり、また良き人間に生まれ変わっていくかを描く物語であると。うん、うん、はい、もうこれだけ言えば、うん、いいんじゃないですかね。まあ、それでも全部言っちゃってる感はする。まあ大雑把には、はい、生まれ変わっていく物語って言っちゃってるからね。まあ実際に生まれ変わったかなっていう感じは、いや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 、はい、まあ本質をなんか見出したというか思い出したっていうか、そうね、はい、うん、良きところを良きように伸ばしていくというディズニーではよく、はい、ある、そうですね、あの何でしょう、いい話という、まあ、この片付け方も何ともなんですけど、うん、まあいい映画だったんじゃないですか。うん、そうですね。あの、個人的には、はい、まあ、あ、やっぱりディズニーなんだな、戦いっていうか、お、どうやって戦うのかな、おっと思ったらもう、あ、なるほど。いや、だからさ、だってオズの魔法使いでしょ、はい、結局、はい、オズの魔法使いの、僕らが知ってるオズの魔法使いじゃなくて別のやつなんでしょ。
別のやつ、オズの魔法使いだ、オズのシリーズの中のうちの本の別のやつをや映画にしたんでしょこれ。そうです、要するに、はい、女の子のやつが有名だからそっちに引っ張られがちだけど、この話も昔からある本なんだよ ね、はい、そうですね、読み物としてね、はい、でブリキの人いるじゃん、いますね、はい、あれが出てくるのかなと思ってたわけ、はい、あとなんか他にもいろいろ、はい、人ではない、うん、そうですね、オズの中にいる人たち、はい、わらとかですかね、うん、カカシ、カカシ、ああ、うん、そうですね、がいないっていうところ、うん、でも、ま、ちょっと違う方面で使ってはいましたけど、うん、はい、魔法使い緑色のやつとか出てきたじゃん、はい、あれはあれで劇団四季っていうかさ、うん、あの、はい、ブロードウェイに行くとエンエンドっていうのがありまして、うん、いい方になるじゃん、はい、そうですね、だからいろんなものがさ、いろんなところでいろんな話があるからさ、はい、ごちゃ混ぜになってちょっと見失ったのと、はい、始まって、うん、結構な時間俺不安で不安でしょうがない。実は俺もです。あのさパッケージカラーじゃん。そうなんですよ、全く同じこと思って、パッケージカラーじゃん、はい、すごいカラフルな、そうなんです、ね、はい、あのさ長いよ、いくらなんでも。わかるけど、びっくりしましたね、うん、わかるけど、はい、ねえ、あのなんだろう、一番映画が始まった瞬間にさ、蒼天燃色ってあの昭和のもうさ一桁二桁ぐらいの人がよく見てた頃の映画のあの蒼天燃色ってやつ出してもらわないと、はい、これずっとこのままなのって思っちゃう。ドキッとしますよね、あれは。そうですね。そうなんだ、え、俺なんか間違えたかな、はい、最初、はい、思いました、思いました、なんか2パターンあって、あ、こっちパターンのものがあってこっちパターンもあるのかなって思って、あ、じゃあ仕方がないかと思ったら普通に戻ったんで、ああ、そういうことだったんだ。だから世界が切り替わったっていうことなんでしょ、はい、結局その分かりやすく、その要は舞台設定自体が昔だから、はい、うん、その時代の部分を白黒でやるっていう映像表現なのは分かるんだ、分かるんだが、振りにしてはちょっと時間が長いから、はいはい、だからほらディズニー映画を見るたびに、あのやっぱりちょっと気になってしまう振りが長いっていうところが、はい、え、うん、これは白黒でずっとこれなのっていう。あのね、俺一番最初に思っ、これってだから近見くんじゃん、はい、ね、あのもう正直な感想を言っていい、はい、またやりやったあの野郎。なんで俺の苦手なやつばっかって思ったの、はい、まあ、僕もパッケージを見て、あ、ちょっと面白そうだなって思ったわけですよ、うん、まあ、うん、中身を見て、まあそうですよ、私も思いましたよ。やっちゃった。思いましたよ、そりゃ。だって見てね、うん、言うたらあれですよ、 全本編の約3分の1近くは、うん、はい、でしょ、白黒だったわけですよ。あったよね、それくらいね。そうですね。はい、そうですね、あのトータルの時間から考えて、はいはい、そっからのスピード感よ。しかもさ、はい、もうワイド画面にも慣れてさ、はい、こっちもさ、はい、だいぶ経ちましたよ。もう4対3の映像が出てきたら驚いちゃうぐらいの、ああこれそうか、そんな古いんだって思っちゃうぐらい経ちましたよ、年月が、はい、ね、一回り小さい映像を出されたらさ、ね、一回りちっちゃが、そうなんだよ、だから、はい、それもいいじゃん、もう冒頭の部分だから言っちゃってもネタバレとかじゃなく、はい、ね、はい、白黒で枠ちっちゃいとさ、俺だから、え、シネスコサイズなのかなとかさ、ビスタサイズとかのやつなのかなって錯覚するわけ。でカラーになった瞬間に画面全体にドーンってくるとさ、そうですね、そこの意味は俺よくわかんないんだけどってなっちゃうの。いや確かにそのちっちゃくするっていうことで世界がバッとみたいな、はい、いろんな解釈をね、できるとかさ、あるのかもしれないけど、何視野が広がるんだかなんだか知らないけどさ、まあなんかその方が昔感をイメージしやすいのかもしれないですよね、映画ってね。だからその周りが暗くって、はい、映画館の真ん中のところだけ白いスクリーンがあってそこに投影されてみたいな、画角ってね、年、はい、を経るごとにこう広がっていってるから、はい、確かに横長のスクリーンってあったけど、それにしたってやっぱ
上下が切れててみたいな、やたら細長いみたいなね、液晶のあの16対9ですね、そこのサイズとはまたちょっと違和感がある切り方じゃない、はい、昔の映画のやつってさ、だからそういうことなのかなとか、いろ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 なことを考えたんだけど、いるかこの考えるやつってちょっと思って、でもそれを素直に見れない嫌な大人にもなったんだな、これ実に映画だからとかさ、ただ俺白黒であの長時間だったら最後まで白黒でいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど、そうするとだからもうだからその魔法の世界のうちゃらっていうのはあれだし、だから不安でしかない不安でしかない、だからもうでも蒼天燃焼ですよ蒼天燃焼パナカラーって出してくんないと、いやディズニーだからパナカラーじゃないけど、もう本当にね、本当にもうどうしてやろうかと思ってもう本当にもう若干最初恐怖でしたもん、あのね、頭15分ぐらい見たところ、はい、魔法がうんちゃら魔法使えるなみたいな下りがあったでしょ、はいはい、酒を取りに行ったもん冷蔵庫に、ええ、あ濃いもう超濃いジンジャーハイボールを頭からケツまでずっと飲みながら見てやる、うん、ええ、僕に必要なのはもう魔法でもペテンでもないです酒ですあのちょっと世界が歪む感じになったら、ま、魔法感出るかなぐらいのいやお、まあ、お縄だよもう一歩間違えたら、うん、でもまあ、うん、いや、うん、面白かったよ、面白かったとは思います、はいはい、うん、面白いけど、はい、ついていくの大変だった、うん、はい、なかなか、あ、いやまあ昔のその白黒の時の、うん、まあストーリー展開が普通だとしたら、うん、それ以降が 2.5 倍ぐらいのスピードでどん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 進んでいったんで魔法の世界だから、はい魔法の世界だからしょうがないんですよ、すっごいなこれ、これは追いついていけないかもしれないなと思いつつ、なんか、うん、しかも最終的に始まらない戦い、うん、これから始まろうとしている戦い、うん、じゃあどうするのっていう、タイトルが違うじゃんなんだよって、はい、なっちゃうわけですよ、であの僕はさ、その実は本編より映像特典に DVD だと映像特典にウォルト・ディズニーのそのオズにかける執念とも言うべきものがこう なんだろう入ってたわけですよ、はい、そこ、この映画に至るまででもウォルト・ディズニーってだいぶ前に亡くなってるけど、はい、その実写でそのテレビシリーズを撮ったりとか、いろんなことをしてたっていうのをまとめた特典が入ってたり、見た？見てないんでしょ？見てない、ね、自分はあの DVD ではなかったんですよ。あ、そうなの？はい、ああネット？ネットで、あの、まあ契約してるところで216円で見れますよっていうのいいよ金額はもうさ、だから俺は本編よりもその特典で、あの、あ、ウォルトって結構いろんなことをやろうとしてたのねっていうのが興味深くって、それが実は本編よりも面白いなと思っちゃったそのドキュメンタリーとして、こっち映画にしないってこっちも映画にしてくださいよって、ウォルト・ディズニーが、だからウォルト・ディズニーって名前じゃなくてもいいから、はい、その一個未来に映像化される作品を若い頃に失敗して失敗してとか、うん、魂かけてやろうと思ってたのが 今はこんなになりましたみたいなやつ、なんとかこれできないのって、ドキュメント映画でもいいんじゃないって、うん、ウォルト・ディズニーだよ、はい、あの、うん、はい、それはみんな見るでしょ、なりますね、はい、うん、めちゃめちゃ面白かったもん、でもちろん映像特典だから吹き替えも入ってないし、はい、字幕だけでさ、その当時を知っている役者さんとか、はい、スタッフさんだったりが、はい、あの頃こういう風にやろうと思ってたんだけど、うん、みたいな話をいっぱい入れてて、はあ、普通に1本作ったら面白そうですね、本当にですね、はい、思うけどね、はい、うんですね、うん、
まあそれは面白そうだという意見はありますけど、僕たちの意見でそれがね通るかどうかっていうのはもう、まあ、近見くんなんかもうネット動画見ちゃってるからさ、そういうのは一切見られないんだもんね。まあネット動画、そうですね、配信のね、配信の、はい、僕はそのブルーレイまであるのにブルーレイじゃなくて、はい、DVD で借りて DVD の特典をゆっくり見てとかをして、まあ、別にブルーレイだって特典は入ってんだけどさ、そうですね、はい、なんかね、まあ、あの一緒にいろいろ入ってる時にそういうインタビューものが入ってるとね、なかなか面白いんですよ。だからこれだけインターネットで見られるっていうお手軽なもの、はい、身近には確かになってるし、自分が出演した洋画なんかもさ、だから、ね、インターネットの配信ももちろんあるけど、はい、それはそれでいいけど、うん、あの、はい、わざわざ借りに行くものっていうのもそういう楽しみ方があるから、あ、やっぱまだまだ捨てたもんじゃないなと思うし、はい、インターネット配信にそのおまけがいっぱいついてますってあんまないじゃん。そうですね、はい、そうですね、だいたい本編だけですね。でしょ、はい、まさかじゃあそれだけまとめていくらで配信しますっていうのも聞いたことないし、なるほど、なるほど、 DVD 特典おーみたいなことだよね。確かにいいと思うよ、俺借りに行くのってまだまだそうですね、はい、今の聞いてると、はい、うん、いいですよ。特にあの俺は地味に好きなの NG 集とか、あオズも入ってたでしょ NG 集、入ってたんですよ、もう見ましたよ NG 集も全部だってもう俺白黒でこんだけやられたんだから全部端から端まで楽しませてもらうもんねっつって全部見たもん。あー、そこは見てなかった。 DVD の方が良かったか。この NG 集ってパッケージに、NG 集とかこの NG パッケージに入れちゃうとこれ全然面白くもないけどみたいなやつからね正直ね、あのジャッキー・チェンのやつってやっぱり面白く作ってんな NG 集もって思っちゃうもんね。ああのそうですね、ハリウッド映画の NG 集ってやお上品だなって思う。へー、ほうほう、これハリウッドだったっけ、一応ハリウッド、うん、違うよね、違う、そう、まあいっか、まあいいんじゃないですか、はい、いや、うん、ジャッキー・チェンの NG 集は見てては楽しいですよ。ただ、ね、声も実際はとんでもなく危ないですけど。まあね、はい、はい、あれマッハもさ、マッハーもさ、はい、ですね、はい、あれの NG 集も面白かったけどね。うん、あれは見たの、ね、NG 集、まあ、見ました。ついてたんだっけ、別個だったよね。いや流れだったっけ、エンディングの中で一緒に、はい、あ、そっかそっか、あれもさ入れてほしいよね、別枠でもっとたくさんああそうですね、あれなんか全然大丈夫そうな顔してたけどいてんだやっぱと思うのが、はい、じゃあ本編すげえなーって、はい、アクションものは思うんだよね俺、特にね。まあ、そういうというわけで、はい、僕はオズはなか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 の難敵でしたよいや、多分みんなそう思ったんじゃないですかね。そうなの、はい、これはそのディズニーであるということ、ファンタジーであるということを含め子供にも見せようという作りなんじゃないのかなとも思うわけだが、はいはい、白黒のあの長さに子供は耐えられるのかという疑問だけを僕はなかなか辛いと思いますね。ちょっと難しそうだよね、はい、という疑問だけを提起してエンディングに入っていきつつの、星を皆さんからいただこうかと。はい、はいはい、はい、エンディングでございますが、はい、はいはい、では、お伺いをしていきますけども、これはやっぱおすすめしている人を最後にしますか、ね、そう、ね、はい、どうしましょうか、はい、帝くんからじゃあ時計回りに行って帝くん、染谷くん、僕、近見くんの順番で星をつけていきましょうか。はい、はいはい、どうでしたか、僕は星は3ですね、はい、5点満点です、はい、5点満点です、はい、はい、監督がサムライミ監督ですよね、うん、いわゆるホラー映画で有名になっている方ですってなんかちょこちょこそのエッセンスが入ってるので
僕ビビリなんでそういうの弱いんですよね。ダメなんです。はい、ホラー、まあ、ホラーチックな演出っていうんですかね。そのあ、なるほど、はい、ちょっとそういうのでいちいちドキドキしながら見てた部分があります。あとはその主人公、はい、オスカーですね、うん、あれのもうメンタルの強さというか、あと広げた風呂敷の畳み方っていうんでしょうか、あのズーズーしいところとか ああいうところにあーすげーって思いながら見てました。うん、憧れを抱いてて星3つですか。うそうですね、ちょっとあります。なるほど、はい、ほうほうほう、染谷さんはこれは星4ですね。これ思いのほか、はい、結構好きな映画でした。あそう、はい、確かに最初の白黒は、あの一回止めてディスクの裏確認するぐらいの不安がありましたけど、したの、はい、ディスクのせいで白黒になんかならねえ、違うよなと思いながらもう一回再生はしましたけど、どっちかというとマシーンの方が白黒になる理由ってならねえし、大体ブラウン管じゃねえんだから多分最初はこう、うん、さ最初は白黒なんだろうなと思って、まあ、最初はやっぱり長かったんでそこは長かった、ね、どうなんだろうなと思ったんですけど、あ、まあ何ですかね、色ついてからの、まあ、後半に向けてのあのワクワク感、はい、 はい、あれ俺好きでした。一茂さんの顔があのね、僕はね、はい、2です。早いですね。白黒が長い、はい、長すぎちゃう、はい、はい、でそれもあるけど、なんか、まあ、全体にね、はい、もうちょっとこう盛り上がりどころが欲しいなって、なんかそのやっぱ CG に頼ってる分、あ、何でもできちゃうでしょっていう、その、まあ、全体が魔法じゃねえかっていう感じなのよ。あ、だったらもうちょっとそのヒューマンドラマのところクローズアップしてほしいなっていうのもあるし、はい、なんだろう、あとあの魔女2人いたじゃん、魔女2人、はいはい、魔女2人の妹の方緑になっちゃう方、はいはい、緑になっちゃう方、緑になる前まで超可愛かったのに緑になった途端にこんなっていう、俺あの緑になる前超可愛かったんだよ、もう胸もちょうどいい大きさで、もうさ、なんとなくわかります、むっちりした感じ、はい、そうですね、もう大好物ですよ、あの、ね、あの大好物っていう言い方、お前がーってなるでしょ、はい、貴様ってなるでしょ、はい、ってなっちゃう。なので2です。主にそこです。僕の大好きなパイオツを返せ、ね、そっかスキニーカラーのパイオツを返せと、グリーンじゃねえぞと、どこのハルクだと本当にというわけです。はい。はい、いや、どうですか、はい。とても面白かったですよ。はいはい。はい、星は 2.5 です。はい、あれ？俺さ、もう点5はやめようかなと思って2にしたのね。ああ、そうなんだ。どっちかつとどっち？どっちか、言いづらい。点5だ。察し、点5、点5。はい、点5。点5で。はいはいはい。いや、もう、序盤の、とりあえず、白黒が長いっていうのと、うん、あと、うん、もうちょっと本当にこちらの感情を揺さぶってくれるものが何かないと、ああ分かるわ、はい、なんか分かるわ、なんか、は、幸せでしょ、うん、どうですか、うん、違う、うん、こっちを何か揺らがせてくれと、うん、いうものがあって、うん、あともうちょっとね、あの序盤のフラグを回収してほしかったなーっていうところもありなるほど、はい、俺、うん、はい、どうぞどうぞ、あの足の下りとか、はいはいはい、あれもうちょっと、ね、そのままだもんね、はい、やってもいいんじゃないかなっていう、なんかさらっと終わったなって、うんうんうん、まあ元の世界に帰れたかどうかはもう謎だから ね、うん、はい、しょうがないけど、ね、もう帰るつもりはなさそうですけど、うん、見てる感じではだったらなんかもうちょっと別の階層があってもいいんじゃないかなとかいろいろ考えちゃって、まあまあ、うん、2.5 かなっていう。映像の部分に関してはね、あのだから時代もあってウォルト・ディズニー氏ができなかったことを、はい、現代のその公開当時のトップクラスの技術を集めてやるんだったらここまでできますっていうのを、はい、なんか捧げたような、
だからそれはね、映像特典を見たらなんとなくその気持ちは分からなくはないんですよ。なので映像特典いいっすよというわけで、ぜひあの、まあ、配信もお手軽でいいので、それを見ていただくってのもいいですけど、まあ、パッケージを手に取っていただいて、レンタルでもいいし、買っていただいても全然、ね、はい、いい作品ではありますから。で、映像特典を見ると、はい、ちょっと解釈変わるのかなっていう気はします。でも僕はそこまで踏まえてもやっぱり白黒長かったっていうのがあるんでちょっとあれでしたけど、はいはい、皆さんはどういう感想を抱くんでしょうかね。さあ、次回の振りはもうしちゃいますか。しちゃいますか。しちゃいますか、はい、次回はナイトミュージアム、はいはいはい、7月分ナイトミュージアムです。急に僕が今違うタイトルを言うかなとか思った一瞬思いました。しないよハンバーガーヒルとか言わないよ、ね、もうそうするか、もうアクションもので一瞬テンションが上がったんで違うものがまた出てくるのかなって。まあ、初ナイトミュージアム、はいはい、というわけで皆さんここまでで、あのまた、パッケージなり配信なりで見ておいていただけるといいんじゃないかなと思いつつ、それが7月第2週目ということで、はい、はい、というわけで、月一映画企画、今月のこれでございました。お相手は渡辺と近見と三角と染谷でした。次回の更新までさようなら。インザエコーレコードで高校3年生が入会いたしました、皆様の良いもの揃う新博多町、新博多町専門展開でございました。月しくつかの淡き恋も松尾の壁に焼き付けて